ノービジネスノーライフ第4弾は、当社の扱っております、コンプレッサーの導入事例をご紹介いたします。ゲストはアネスト岩田サウスイーストアジアの富田社長です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。営業の高田さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと実際に、コンプレッサーを導入いただいた当社のお客様のサイアム富士ウェアの島田工場長です。そんなことよろしくお願いします。はい、次に、サイアム富士ウェアさんの会社製品について島田工場長よりご紹介いただきます。よろしくお願いします。はい、当社は報道の調理器具を主に製造販売しております。お客様が当社の製品を使って美味しい料理を作り楽しく幸せになることをいつも思って製品を作っています。そのために日本のものづくりの品質にこだわり世界レベルの安全で清潔な良い製品をお客様に提供するように社員一同心がけております。コンプレッサー装置を今回ご導入いただいたきっかけ、当初のことをちょっと思い出していただきながらコメントいただけますでしょうか。そうですね、日本で使っていた機械をこちらにタイに持ち込んだためにかなり古く傷んでましたので、新しい機械を購入考えておりまして、ホームページでアーノスト岩佐さんのことを知りコンタクトさせていただきました。でその後アネストさんの方から、Y-N2 をご紹介いただいたんですけども、実際ですね、サイム富士ウェアさんでお使いの機種あとは機種選定の背景、なんかもしよろしければ高田さんの方からご紹介いただいてもよろしいですか。はい、ご訪問してみたところですね、古いコンプレッサーをお使いでございました。でその中でですね、やはり古いコンプレッサーというのは非常に消費電力がかかるものとなっております。でそれをですね、やはり工場の電気代の削減という面でより消費電力の低いものをご希望いただいたものですから、それに合った商品をご提案させていただいたという流れで導入いただきました。実際省エネのコンプレッサーっていろんなメーカーさんでお使いな作ってらっしゃると思うんですよね。アネスト岩田さんのコンプレッサーを導入することで調理器具、サイアム富士ウェアさんのような調理機器を作っているような会社さんにとってのベネフィットっていうのをご紹介いただいてもよろしいですか。はい、私どものコンプレッサーは工場のエネルギー源、工場を創業するために不可欠なものになります。でそこで消費電力以外に重要なのは実際にその圧縮空気が生産ラインに入った時にいろいろな不純物をもう一緒に運んでしまうというリスクがそこに存在しております。こちらの会社様においてはですね、圧縮空気の中の水分を取るドライヤー、こちらがだいぶ古くなっておりましたので生産ラインに水が混入するリスクというものが当時ございました。なので弊社としましてはトータルのエアラインのご提案ということでドライヤーの更新も合わせてご提案をさせていただき、より品質の高い圧縮空気を工場の生産に使っていただく、そういった部分でご提案をさせていただきました。はい、次に島田工場長の方にお聞きしたんですけども、当時の導入状況だったりとか現在の使用状況について教えていただけますでしょうか。そうですね、新年の休みを利用して工事を行っていただいたんですが、別に遅れもなく問題なく工場を再開することができました。実際今毎日お使っていただいていく中での、コンプレッサーを導入したことによってのメリットなんかも合わせて教えてもらってもいいですか。そうですね、当初はうちも慣れない使い方慣れないっていうこともあったんで、ちょっと手間取っていろいろ聞いたりしてたんですが、今は慣れまして特に問題なく動いております。何よりもエアーがクリーンになりまして、不良が減ったというのが一番の利点ですね。多分アネスタさんからするとそのクリーンなエアーが出て不良が減ったって非常に喜ばしいことだなとは思うんですけども、メンテナンスだとかそういうことについて気遣っていることとかエンジニアの方に日々言っていることってのはあるんですか。お客様とは定期的に、サービスマンが訪問させていただいて、コンプレッサーの方のチェックをさせていただいております、はい。その中で、何か問題があればすぐお客様に報告してですね、メンテナンスもしくは修理をさせていただくように常に、コンプレッサーの状態を良くするように、点検をしております、はい。アネスタさんのイメージでやっぱりタイに工場があるんでエンジニアの方々がすごくこう
自信を持って何かあってもすぐ動けるっていう自信を持っているイメージが非常にあるものですから、すごくこうどのお客さんにもこうローカルのスタッフさんベースでかなりいいイメージを持っているふうに思ってます。サービスにつきましてはやはり日本の品質をしっかりお届けしたいと常に思っております。なので、日本人スタッフが、ローカルの、スタッフのみんなにですねしっかりと定期的な教育を行うことで日本の日系のユーザー様に、安心して我々のコンプレッサーを使っていただく、そういったところを、心がけて、日々、みんなとコミュニケーションを取ったという次第でございます。今回アネストさんのコンプレッサーとサイオン藤原さんのものづくりっていうのは非常にマッチングをしていい結果が出てるなっていうのを改めて実感しました。ありがとうございました。高田さんの方から、今後のコンプレッサーの動向と、省エネでクリーンエアについての、対含めたことについてちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。はい、少し重複になってしまいますけれどもコンプレッサーにおいて省エネ、これはますます重要になってくると私どもは考えております。タイにおきましては電気代は毎年上がってきている状況でございます。そしてタイ政府の発表では今後10年電気代はますます上がっていくという状況でございますので、タイでのものづくり工場において電気代の削減、これは非常に重要なキーワードになると思っております。当社としましてはこれらの状況を踏まえてですねお客様に適切な消費電力のコンプレッサーをお届けする省エネ活動をしっかりやっていきたいと思っております。加えてエアの品質、やはり日本のブランドのものづくりにおいてですねエアの品質を上げてより不良を減らして製品の品質を上げていく、こういったことは我々お役に立てると思っておりますので、ぜひ圧縮空気でお困りのお客様につきましては私ども加えて YM2 テック様にご相談をぜひいただければと思っております。実際このコンプレッサーを通じて YM2 テック自身はいろんなソリューションをサイモン藤原さんの方に提供させてもらっています。実際コンプレッサーがさっき申し上げた通りメンテナンスに関してノーストップで使っていただけるということで非常にいい関係を築かせてもらっています。これはアネストさんのコンプレッサーのメンテナンス体制だとか島田さんの方でいろいろお気遣いをいただいてちゃんとメンテナンスのスケジュールを組んでいただいているというのは非常に強いなと思っています。それによって僕たち島田さん債務藤原さんにはいろんな3D プリンターから切削の機械からソフトウェアからいろんなソリューションを提案させていただいてて、以前には債務藤原さんの方が設計者の方が1週間ぐらいワイヌステックの方に来て一緒に新しい新規開発の設計を一緒にしたようなこともあります。なんでこのコンプレッサーを通じてつながった関係っていうのはですね今やもう債務藤原さんの開発業務を一緒にやるようなところまで来させてもらってるっていうのは本当にコンプレッサーのことにも感謝ですし島田さんの方にもこうやってチャンスをいただいて本当にありがたいと思ってます。今日はですね、アネストさん債務藤原さんの方に来ていただきまして債務藤原さんの方ではこのショールームの方を使わせていただきましてどうもありがとうございました。ありがとうございました。